大竹のもっと言いたい放題、月曜日はこの時間も引き続き、経済アナリスト、森永卓郎さんですはいどうも、えー、先ほど、日経平均が4万円に、うんえー、到達したというお話がありましたけれども、はいはい、なんで上がったかって、一番の要因は、半導体関連株っていうのがものすごい今、値上がりしているということなんですね。でなんんんで半導体関連株がどんどん値を上げているか っていうと一番大きな要因っていうのは、うんうん、乗用車が、はい、今ガソリン車っていうのは機械なんですよそれが、えー、EV、うん、電気自動車に変わると、うんうん、モーターで動くようになるっていうだけじゃなくって、うんはい、中が全部パソコンとかスマホみたいになっちゃう。うんはい、エンジンジいいらない エンジンはいらないし自動運転になってありとあらゆるこう例えば決済と結びついたりですねその衝突防止のブレーキをかけたりっていろいろこう人工知能の半導体の塊になってどん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 自動車の EV 化が進むととてつもない量の半導体が必要になる。 昔の車なんて半導体なんか一個も入ってなかったわけですよ。今どん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 電子化されてきてますよね。例えば車の鍵開けるのに昔はガッチャって開けたのが今もピピじゃなくて持ってて近づけるだけでドア開いちゃってっていうふうにどんどん変わっていくぞ。で実は半導体なんんだだだあれれ中に入っててみ込まるかからら だからもうピッて開いちゃうピーしなくて近づいたら開いちゃっで世界がどう動いてるかっていうと2030年もう6年後ですけれどもガソリン車販売禁止禁止これは日本も菅総理の時そう言ってるんです日本は2035年って言ったんですけど東京都に関しては小池知事2030年って言ってます。 では、はい、ガソリン車販売禁止<え>新車販売禁止っていうふうに、はい、一気に世の中変わるぞって言ってたんですけれどもはい、はい、雲行ききが怪しくなってまずドイツのメルセデス・ベンツ、はい、ここのケレニウスっていう社長がですね、はいえー、会見をして、えー「2030年までにガソリン車販売やめます」って言ってたんですけれども、はいはい、やっぱりですね えー、ガソリンエンジンの車も開発を続ける、うん、これ販売を続けるんじゃな開発を続けるというふうに宣言をしましまたなぜそういう宣言が出てきたかっていうとアメリカではですね、えー、フォードとか GM この大手の電気自動車が販売不振の影響で在庫が一気に 積み上がっていると一方、電気自動車のアメリカトップテスラっていう会社があるんですけどここの1 2月期の決算営業利益で前年同期比47%も減ったつまり利益半減売れないから今叩き売りに出てて2割ぐらい値段を下げたんですけれどもそれでも売れないということが起きています。そしてアップル もうこの10年近く数億ドルの開発経費をかけてアップルカーっていう未来の自動車を作るんだっていうふうに言ってこれもちろん EV なんですけれどもそのまあスマホみたいな車を作りましょうねと言ってたのがえこれもアメリカの報道機関の情報によると。 EV 開発中止、えー、やめたとさんざん金突っ込んできたけど<ー>やめたと、えー、だってそれじゃあちょっとまずいじゃないですか今の株価高は半導体事業でガン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 盛り上がってるのに世界では半導体をそんなに使わなくなるだからそんな需要が増えない増えな、ー、いだからあの熊本に大きな工場を作ってるんですけど、うんはい あれ無駄になっちゃう可能性も出てきたわけですよ。えー、で,なんでこんなことが起こったのかっていうと、うんうん、ある程度普及してきたんですね、うん、この電気,自動車電気自動車が。と、はい、いざ使ってみるとこれ使い物になんねえぞっていうのが分かってきた、うん、一つはまあ当初から言われてたんですけれども、うんはい、実用でその電池が持つのが200数十キロ。うんうん これ思い立ったときにちょっとお,だお出かけしようねって言っても、うんまあ、東京の人は関東圏から出られないぐらいの航続距離しかないわけです。充電にも時間かかるわけですガ、うん、ソリンだったらすぐに、はいえー、できますしそしてバッテリーの劣化が割と早く進んで、うんえー、これ取り替えるとすんごいお金取られるす、はい、何十万円。 あのなんだっけ自転車にさついてるじゃんあ,、はいはい、あのバッテリーあれ結構あ,あれなんだってねなんか取り替えな,、ね、なくちゃいけないってあれも同じことですかそうそ,うそうなんでですす、うん、れから昨年ですね 致命的な欠陥が明らかになったのはアメリカを寒波が襲ったんですよ、うん、で、凍える中みんな充電スタンドに並んだら、うんうん、その充電スタンドの充電器があまりに気温が低いんで、うん、稼働しなくなってみんな凍え死にそうになったんですよ致命的なんですよ私は一番大きいのはこれは、ねうん、車運転される方は分かってくれるかもしれないですけど、うんうんうん ガソリン車ってアクセル踏むとブイーンっていくんです。はいはいで電気自動車はスーッと行きます。あブイン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 っていうのが楽しいんですよ。よ <laughs> 楽しい。<laughs>

個人的にいろんな差があるからね。で結局この EV にストップがかかって今踊り場状態になってるい。でここから先は見立てが分かれています今は踊り場だけどまたブーッと電気自動車ばっかりになるんだっていう説の人とやっぱりガソリン車だよね。まあそれは自動車に限っての話じゃないですか。はい まあそれ以外のところでやっぱ半導体の需要っていうのはもうたくさんあるんじゃないですか。でも一番半導体を使うのはこの分野だって言われていたんですよ。うん、それでねその結局今の半導体バブルっていうのが弾く枯れる可能性っていうのは私は結構高まってきたな。うん、あら。もう一つ、はい、ここにさらに大きなリスクが加わるのは。はいうんはい 11月にもし,トラもしトランプが大統領になったら、うん、何が起きるか何が起きるんですかトランプ大統領というのは1960年代の一番元気だった頃のアメリカを取り戻そうとっ,って、はい、自動車産業を活発化させよう,う私の予想では、うん、トランプが大統領になった瞬間パリ協定離脱、うん もうん、地球環境なんかどうでもいいんだ元からあんまり地球環境にはあ,そうそうあの方はの人なんですけれども、うん、そして、うん、電気自動車ふざけんじゃねえぞ来、はい、<laughs> 年期間だそれが60年代だ、うん、グレートアメリカだって絶対言うんですよこのおっちゃん古い人なんで、うん、あの、うん 多分電気自動車のこと全然わかんないっていうか、うん、使いもしないっていう、うんうん、やっぱり昔の、うん、な楽しい車おじさんなんです、うん、でこの人が世界のトップに立つっていうことは、うん、トレンドがガラッと変わる、うん、だ日本の自動車産業っていうのはちょっと出遅れたんですね、うんはい、この EV ーで。逆に出遅れたこと が思わぬ幸運を得る。あのそのガソリンもね、もうリッター三十キロとかね、あのすごい節約で走れるようになって、で軽<で>、はい、なんかは今日本の軽が世界の主流みたいな。うん、そうなんです。うん、だ私はね、その E.V. で、うん、バカでかい燃費の悪い車に乗るんじゃなくて。うんうんはい 世界中軽自動車に乗らよって私は言ってでもトランプはあのバカでかいアメ車にみんな乗れよだからまあ、えー、言ってること投稿は一緒でも決して仲良くなれないっていうあ,難しい <laughs> あの,そのガソリンの自動車でも自動運転とかそういうふうなことはでき,るできますねで,できるんですか 関係なく、はい、AI はどん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 進化するからっていう,こと、うん、そ,うそこにうまく取り込んでいけばいいんだと思いますけれども、うん、ただハイブリッドのような繊細な車をな、うんえー、なトランプは作れないんです<お>そうするともしかすると日本市場が、うんはい、もう一回、はい、潤い始める<わ>、うん、っていう。うん 株はどう株はどうなんですか？なら株はこの半導体バブルが弾けるから来年バブル崩壊です。はい。お時間切ってしまいました。はい。はい。以上大竹元の問題ご題でした。明日火曜日武田佐哲さんいらっしゃいます。森永先生ありがとうございました。